トヨタ TF-105 はトヨタが2005年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カー。デザイナーはマイクガスコイン。2005年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。TF-105 はテクニカルディレクターに就任したガスコインを中心として設計された。チームは前年の TF-104 バイトの開発を早めに切り上げ、 TF105 の準備に時間を割いた。マシンは2005年の新レギュレーションで導入されたダウンホースの削減、2レース1エンジン、予選、決勝中のタイヤ交換禁止などの変更点に対応している。中央部が湾曲したフロントウィング、サイドポンツーン全部のポットフィン、大型のチムニーダクト、エンジンカウルのミッドウィングなど、空力パッケージが細かく工夫されていた。 シーズン残り2戦ではフロントサスペンションを変更した TF105 バイトが投入された。TF105 まではシングルキールを採用していたが TF105 バイトではマクラーレン MP4 から20にないロアウィッシュボーンをモノコックの下場に取り付けるゼロキール方式に改めた。ただしモノコック自体は TF105 と変わらないためシングルキールの時は残ったままである。 この時点でのゼロキールへの転向は、翌年に向けての先行開発的な意味合いがあった。前年の最終戦からチームに移籍したヤルノ・トゥルーリと、前年までウィリアムズに在籍していたラルフ・シューマッハのコンビとなった。第2戦マレーシア GP で早くも参戦4年目にして、チーム初の表彰台をトゥルーリが獲得。さらに、第3戦バーレーン GP でもトゥルーリが2位。フィニッシュ。 二戦連続で表彰台を獲得するなど快調なスタートを切ることに成功する。ヨーロッパラウンドに入ってからは序盤でつまずいていたマクラーレンが大幅な躍進を遂げてきたために陰りが見え始めるが目立ったマシントラブルも少なく堅実に入賞を重ねた。第九戦アメリカ GP では好調の勢いそのままにトゥルーリがチーム初のポールポジションを獲得。 しかし決勝では、シューマッハのクラッシュに橋を発したミシュランタイヤのトラブルをめぐる問題で、他のミシュランユーザーチームと共にレースを棄権した。その後は2度の表彰台を獲得。地元日本 GP では天候の運もあり、シューマッハがポールポジションを獲得した。随所で活躍を見せ88ポイントを獲得し、チーム創設以来最高となるコンストラクターズランキング4位を得た。 カナダ GP を走行する TF105。ドライバーはラルフ・シューマッハ。ありがとうございます。